えー、釣りガールのことどう思いますか <laughs> あの、テレビに出てる釣りガールさんはね10人にしてるでしょ<笑><笑>釣りビジョンね、なんいろいろね、もうなんかこうわけわかんない番組ばっかりやってんだけどさ <laughs> ね、困ったちゃうんですよね長山イリアさんは釣りうまかったですか下手ではないですはい、えー、下手ではないですまあ、今まで教えてきた この中では一番上手くなななったんじゃないかな、うん、今まで共演した釣りガイドの中で性格が良いのは誰ですか性格性格面白かったのはイリアですよ性格大森ゆかりと一緒にいた勇気釣りロマンかなはい メディアで出演されている、えー、女性アングラさんで上手だと思うか、上手だと思う方はほぼいませんね。ただ、あの、ほぼいる,いるの、いるのかもしれませんが、すいません。その、その方の映像を見たことがない。その方の映像を見たことがないんで、もしかすると、うまいのかもしれない。 ただツビジョンにこうプツにジョジョギて出てる子たちで上手いなって思う人たちいや、まあ、まだ見たことない人も女性もおりますからねえ一概に全部とは言えませんがよくあの先生がついててやってる方たちで、うん、この子上手いよねっていう方はほぼいないです。うん はい、あ切り抜き動画見た皆さん、こちらの方がですね、またはじめのオンラインサロン、YouTube バージョンの方でですね、流した映像、えー、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問、こんな疑問というのをですね、時間にお答えして、またはじめちょっと楽しみたいな、という方はですね、ぜひご入会をよろしく。